ニアサイド流れていってもう一度押し込む、ゴール前ダイビングが、米田が詰めていく、もう一度ティーラトンがスペースにボールが流れます、クロスが入ってヘディング、ボールもらって前にファブリシオを切ったボール、チャンス、ゴロキ拾った、そしてそのままシュート、キーパー、あ、右からのクロスボールに今ペナルティーボックス近辺に今4人はいる、いや、もうちょっと最後仕掛けてもいいと思うんですけど、武藤ファブリシオ、キーパー、奥野のシュートは足で防いだ、トシ